デンソーにおいて2020年までに生産性 30% 向上を目指す FIoT プロジェクトが発足し、モデル工場として全妙製作所に IoT を導入することになりました。設備総合効率の向上に加えて、異常発生の原因を早く特定してオペレーターの負荷を減らすと、働き方を変える意味でも IoT を活用できないかと考えました。加工、組み付け、性能ラインでは IoT にて設備、人、物からデータを取得し、止まらない、不良を作らない生産ラインの実現を進めています。止まらない取り組みでは、設備状態と人の気づきをデータとして収集、見える化し、ロス分析を行い、スマート端末への状態通知や設備状態センシングによりロス低減を行いました。不良を作らない取り組みでは、検査結果と生産履歴を収集し、前後工程の検査結果や加工特性値を紐付けるシステムにより傾向変化を管理、紐付けられた大量のデータをビッグデータ解析することで不良原因の特定を行いました。止まらない生産ライン実現に向けて実施したスマート端末への状態通知による即アクションや設備状態センシングによる未然防止により、設備総合効率を 84% から 90% へ 6% 向上させることができました。現在、全妙製作所のデータは九州の工場ともデータ共有を行っており、ハンガリーやタイからもデータが確認できるよう着手しています。IoT により国内外の仲間とノウハウ、アイデアが瞬時に共有できるようになれば、生産性のさらなる向上につながると考えています。IoT も当たり前に入っている、使っている、なくてはならないものになるよう進化させていきたいです。